疲れ様でした。はい、百鬼が今回最多出場なんですけど。やばいやん。そうなんや。知らんかった。4人。あ、そうなんや。そうよ。あとつーちゃんなんで。やるで。じゃあ、来年は5人で。お願いします。ファンの皆様。お願いします。やっちゃうの？いや、私ついに真面目。今回皆さんに集まっていただいたのは、実はその前節青木源太さんが、ね、どうしても勝ち釜に出たいっていう、すごい前のめりな姿勢でやってきてくれたんですけど、特にネタはないっていう状態だったんですよ。でも出たかったでも出たいってことだったんで、その無理やりそのでもね、ちなみにあんま大したネタというのはなくて、ネタはちょっとあれだ、ちょっと癖、タバコと走り方の癖が歩き方、ちょっとちょっと歩くときもちょっと開いてる、ちょっとまた開いてるかなっていう歩き方しちゃう。タバコ吸った時ももうこんなもう感じちょっとすごい柄悪く見えちゃう。ちょっと、でうまいですね。それクレジャーじゃないですか。クレジャーちゃうね。出てきてからのやつ。クレジャーだ、やばいやつ。やばいね。やばいやつ。やばいやつ。川野さんとかだと、みーちゃんよくこけてたの。そうそうそう。まあうまくない方やったんですよね。こんな。世界やろみたいな、言われたわな。まあ、俺が言うのもあれだけど、まあ、そうそう、ね、でも、一番多分伸びたんやないかぐらいの。鎌倉さんに至っては、なんか鎌倉は、特にないですそれ一番つらないエピソードなしやねん。でもまあ、その昔の話が出たんで、ちょっと皆さんにね、昔を思い出してもらおうと思って、ちょっとね、今回こんなものをご用意しまして、それいつの何年何年って表にしてるの。あ、2008年。2008年って皆さんが多分デビュー1年目とか、おー、当時の選手名鑑なんですけど。あ、なるほどなるほど。これ出てきた時の、誰か分かる。深川、まなちゃんそんな変わる。全然変わらんやん。あと、ナナちゃんも、まだ、ちょっとナナちゃんは、まあ、ちょっとむっちりしてるな。りょうちゃんとか全然変わらんちゃ変わらん。うちは、みーちゃんも多分全然変わらんやん。なんかみんなむしろめっちゃ変わってて欲しかった、あんま変わらないっす。てかさ、キリュウ君のこの髪型やばいんだけど。やばい、時代。でもこういう時代やってる、昔は。めっちゃギャルを。ギャルをみたいな。この時代の話？なんか昔の同期しか知らない話とかあります？同期しかない話？いっぱいあるけどね。でも、ピーって入るやつばっかりじゃない？ほぼほぼ怒られてる人たちやから。コンセント着てるの、あの人が一生寝てましたよ、深川まなみちゃん。それ一生寝てた。みーちゃん言ってました。言ってました。いや、絶対ね、シェルマン近いもんね、家族。本人は寝たくないんですけど。そう、タイガーバンク。めっちゃ真面目なんですけど、目の周りにめっちゃスンスンするやつ塗って塗って、もう私絶対寝ないから、みんなに迷惑かけないからって言って寝て、すぐ寝る。行室寝てたもんね。教室寝たらなんであんなに寝るっていうぐらい寝て、すごいぐらい寝てた。同期にも怒られてたね。めっちゃ怒られてた。私とりょうちゃんとまなちゃんが、まあ、お風呂入っちゃったんですけど、その時に、まあ、悪いと思ってやってなかったことがあって、それを上の先輩もやっとったから、まあ、いいんかと思って、まあ、本読んでたんですよ、雑誌をね、風呂、お風呂の中に。そしたらまなちゃんが先に出て、今日本を持って出たところ、教官に逮捕されて
で、うちらも、ね、やばいってなってどうにかこうにか逃れたんですけど、そしたらまなちゃんだけがまあ罰を受けるってなって、反省文を書きよったんですけど永遠に書けないし、ずっと泣きよったんですよ。書けましたね。ずっと書け、書け、ごめんって謝りがずっと。うちら売ってるからね。そう、うちらもごめんってなって、別にごめんと悪気はなかったけど、すごい勢いだったもん、ななちゃんがね、うん、全然知らんくて、うん、もうパーって入って、貸してーってもうその雑誌を外、窓の外にパーッ。まなちゃんごめんとか悪いやつ。3人で反省文考えて、考えたね。あずっと泣いてた、反省文書くの。へえ、ピュアだなと思って。すごいね、そんなことあった。あった、いっぱいあったよ。いっぱいあったね。いっぱいあった。そうね、みーちゃん怒られてるって、ただこける回数が多かったって。私悪いことしたつもりはないんですけど、ただ単に本当に下手くそで、ただ単に本当にヤバくて怒られてた。私多分かなり頭悪くてかなり下手くそだったんですよ。だから実はこういうエピソードあったんだよって同期話してますけど、私多分このエピソード中実は勉強してるんですよ。誰よりも勉強してるんだけど、進級試験に受からないから私はそんなことあったんって確かに最近知るぐらいです。確かに、はい、そうだから実はみんながこんなことあったんよって言ってるやつちょっと買いなさって寂しい。なかったでしょ。でもまなちゃんの大根の話してあげた方がいいんじゃん。おらんのやつ。大根？大根一生懸命育ててたもしれない。なんか同じ部屋だと、なんかで窓際になんかあるんですよ。何これってなって、まなちゃんそれねって、ん？大根の大根とか、大根の大根って何なんとかって言って、大根育て始めて、あ、とうとう病んできたなとか思って、まあいいか。でもなんか愛着湧いてきて、うちらもなんかちょっと心配ねえねえ、大根どう成長してるとかって言って話してて、そしたらある日まなちゃんがうわーとか言うけど、え、どうしたとかって言って、大根がいない、大根がいないとか言って、大根がいない、やばいやんそれってなって、うちら一生懸命探しちゃったよね。私が窓をパッと開けて飛んでったのかなと思ったけど、飛んでったまでは良かったんですけど、残念ながらあの郵便局のトラックに引かれて大根がぺっちゃんこになって見つかって、大根がお亡くなりになりました、ぺったんこですって言って、はい、っていうことはあった。そう、もう言えばそういうことが楽しいから、楽しいよね。そういうことがもうね、やばいよね。どうなんでいいの、こっちこう、こっちちゃん、テレビで映ったらどっちがいい、あ、楽しい、ゼロどうでしょう、ここでいい、こうか、こうやな、あ、すごいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。位置が細い。位置細いわ。位置細いな。腕や、腕。腕、聞こえ。どうすか、隠すな。この雰囲気隠さないな。やばれたいわ。いやいや、出そうかな、また。でもせえへんだと思って。一番か弱そうにしてるけど、とんでもない腕力してるからね、この人。せーの。立ち釜。よっしゃー。これでなる動画に。いや成り立つ。編集がうまいもんね。編集はうまいけど、これ成り立つんかな。どうにかしてくれるよ。めっちゃあのエピソードの間受けるの。してないでもらえるのこれ。マジ、いや嬉しい、ある意味。